こんにちは。ボンボンニュースの時間です。平成20年度に学習指導要領が改定され、親世代が子どもの宿題を目の前にして混乱しているようです。実際にどのような問題なのか未来研究所では検証を行いました。はい、というわけで、はい、どうですか勉強の方は、自信の方はあんまりないですね今回は小学4年生の問題、はい、ということで、国語算数5年生ってことは、まあ途中から変わったってことは、はい、5年生の範囲は多分大丈夫ですよね。いや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 、危ういんじゃないでも今の小学生ですからね、きっともう結構変わってるかもしれない、はい、勉強する範囲が変わってるかもしれない、ね、公式とかガラッと変わってるから小学4年生の問題を何点取ることができるのか、どっちからいきましょう。国語からじゃあ30分お願いします。はい、30分。さっ、うわ、やばい、わかんない、うわ、難しい。終了。じゃあまず回答用紙を交換して丸付けをしていきます。短く、これ日本語が読めないな。短く短くですか。字汚いとバッテンになっちゃいます。で、90、いやー、ここ悔しい。77点ですかね。悔しい、ゆとりに負けた。イエーイ、半分ゆとりに勝った僕らが間違った問題、激しい回戦はいつも前触れなしに始まったの主語で、僕らの主語は回戦と書きました。回戦、回戦はが正解です。回戦は、回戦はが正解です。はい、いきますか。算数、よし、算数、算数は結構自信あるんですか。あんま難しい公式が出てこなければ。なるほど、まだ算数の方が得意ですね。国語本当に苦手で。僕もそうですじゃあとりあえず30分いきますよ。いい勝負になりそうですね。はい、はい、なりましたね。超高級じゃないですか。絶対違うんですよ、絶対違うんですよ僕は73点でしたはい、私は80点で弓座さんには勝ってるけど、合計点では負けてます。そうですね、合計点では勝ってますからね。いや、そこは選べないでください、ね、はい、というわけで、はい、日教科やりましたが、はい、僕の合計点が163点。うわー、でも私の合計点が157点。悔しい僕もゆとりだったんで、ずっと家でゲームやってました、うん、ゆとりですね。ゆとりですよ。まあ、もし次やる機会あったら100点目指しましょう。はい、はい、はい、というわけでしっかり勉強してください皆さん。以上、ボンボンニュースでした。また明日。